はいどうもこんにちは、ターゲットワンチャンネルスタッフの川原と申します。今回もねちょっとガンレビューをやっていきたいと思います。ターゲットワンチャンネルこんな感じでレビューとかいろんな動画上げてますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回ご紹介するのはもう見えてますねこちらの字です。ドーン。はい、いやどうでしょう、これはかっこいい。ちょっとね、なかなか素晴らしい銃を、お貸しいただきました。今回ご紹介するのは、今日ちょうど1月7日に、再販がかかります KTW のエアコッキングレバーアクションライフル、ウィンチェスター M1873 ライフル、こちらの銃をご紹介していきます。で、今回の動画はね、関連商品は下の説明欄、あとはこちらの方にね、カード出しておきますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。で、今回ね、こちらのウィンチェスターなんですけど、当店常連様の、堀様よりお貸しいただきました。ありがとうございます。以前ね、モシンナガンとか、騎兵銃とかいろいろお貸しいただいたんですけど、 KTW 何丁目でしょうねはい、もう羨ましい限りです。今回もね、大事に使わせていただきたいと思います。で、今この手に持っているウィンチェスターなんですけど、これね、第3ロットになります。本日再販下げるのは第4ロットということで、まあ基本的には同じね、この黒染めの仕様になってるんですけどね、まあこれがまたかっこいいんですよね。前回ね、カービンモデルをご紹介させていただいたんですけど、あれはまだ黒染めになる前の、ロットということで、いや、これがね、また非常に美しい、この黒光りがね、たまんないですよね。で、いつも、先にもバンバン撃っちゃうんですけど、今回はね、もうこの非常に綺麗な銃をね、ちょっと見てほしいので、先にまずディテールからね、ちょっとお見せしたいと思います。基本スペックはこんな感じになってます。カービンのね、935mm に比べると、まあ、200mm 弱ね、ちょっと長くなってるのかなっていう感じします。装弾数は37プラス2になってます。プラス2はね、銃の仕組み上中に残っちゃうので、その分の BB 弾になってます。ちなみにカービンと比べるとこのぐらいの長さが違いがあります。結構長いですね。じゃあディテール見ていきましょう。で、今回ね、カービンがまだ手元にあったんで、ちょっと比較しながら見ていきたいと思います。で、どうでしょう。いやー、非常にね、美しい仕上げになってます。ここはもうさすがの KTW さんって感じですね。安定のクオリティ、非常に美しいです。で、今回おかげしたのは第3ロットで、今のロットもそうなんですが、ここもね、レシーバー部分と、バレル部分が黒くなってます。で、まあ旧ロットもね、非常に、美しい色にはなってるんですが、この黒もまたなかなか悪くない。非常にかっこいいです。で、もちろんこちらのフォアグリップとストックはリアルウッド、アメリカンウォールナット製になってます。非常に見た目も触り心地も素晴らしいです。で、カービンとの違いですね。もちろん長さもそうなんですけど、一番特徴的なのはここのバレル部分、24インチのオクタゴン、八角形のバレルがついてます。これがね、またかっこいいんですよ。で、あと違うところはね、カービンモデルはここのリングが2つ固定されてたりするんですけど、フルサイズはなかったりと、まあ、フォアグリップの形状も少し違うかなという感じですね。リアサイトの形状も少し変わるんですが、ここはちょっとまた後で見ていきましょうね。あとね、カービンモデルの方では、こちらにね、馬の鞍に引っ掛ける用のリングがついてるんですけど、フルサイズの方はなかったりと、まあ、結構ね、ちょこちょこと違うところがあるみたいです。ちなみに右側側面はこんな感じですね。まあ、こちらに関してはほぼほぼ同じような感じもします。刻印はどちらのモデルも同じく、グリップ部分にモデル1873ウィンチェスターの刻印が入ってます。ここかっこいいですよね。ちなみにこの第3ロットはここね、バゲル部分のちょうどここに継ぎ目があるんですね。ちょっとね、ここ気になる方もいらっしゃるかもわかんないんですが、今回再販される第4ロットについては、この継ぎ目がもうちょっと後ろの方にね、移動するということなんで、もう少し目立ちづらくはなるんじゃないかなと思われます。はい、ということで大変お待たせしました。こちらね、ウィンチェスター実際に撃ってみましょう。で、弾上げなんですけど、一応ね、カービンと同じで、またここのね、チューブに入っていきます。で、カービンは爪を外せばすぐ研げたんですけど、これネジ式になってるんで、こんな感じでくる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 でしょ。回していきます。で、回していくと、こんな感じで出てくるんですね。これがね、結構長いんです。よいしょ。はい。これにまた弾を入れていきます。で、こちらがこのね、ウィンチェスターのチューブ型マガジンになるんですけど、ここのね、バネをグイーッと引いてあげて、そこからまあ、ローダーでこんな感じで入れてあげるといいかなと思います。装弾数は37発です。じゃあ、撃っていきましょう。
ここがね、やっぱいいですよね。おお。おお。いい。あのね、すごい、狙った通りに飛んでくれる感じですね。これはいいな。おお。これはマジで当たる。いや、素晴らしいですね。で、トリガーは、ちょっとね、前回ご紹介したカービンと同じような感じで、まあ、やっぱエアコキなんでね、ちょっと重ためではあるんですけど、そこだけ気をつけてあげれば、結構いいんじゃないかなと思います。ゾンビだ。おー、これはでも、カービン以上にちょっと気持ちいいかも。すごい、蘇ったな。すごいまっすぐ飛んでいってくれる感じで、今これ 0.2g 使ってるんですけど、いや、これはいいなぁ。あいつ倒れないな。いや、でもほんとこうなんかサイト通りに飛んでくれますね。これすごい打ってて気持ちいい。おぉ。いや、これね、すごい気持ちいいです。素晴らしい。で、さっきね、ちょろっと、触れたんですけど、リアサイトね、こんな感じになってます。で、覗くとこんな感じで見えます。で、V 字になってるんですけど、結構ね、カービンと比べると、深めに、掘ってあるので、なかなかね、これ覗きやすいんじゃないかなと思います。ただ、このリアサイト、ちょっとね、大変だなと思ったのは、一応ね、ここ高さ調整ができるようになってるんですけど、カービンモデルはここをね、一応立てて、ここで高さをこんな感じで結構簡単に変えられるんですが、フルサイズの方はこの板をちょっとね上に上げといて、こんな感じで高さを調整するんですね。これね、ちょっとやり方間違えるとこいつがいなくなっちゃう可能性もあるんで、ちょっとね、そこだけ気をつけてあげてください。トリガープルはこんな感じです。ちょっとね、最初遊びがあってバンという感じですね。やっぱちょっとここはエアコキなんでちょっと重たいですけど、ここはまあカービンと感触的にはほぼ同じかなと思います。じゃあ 0.2g で初速測ってみましょう。じゃあ TSS の早打ちもやってみたいと思います。前回ね、カービンで 8.64 とかだったんで、もうちょい早く打てたら嬉しいですね。お、これ来たんじゃない？おー来た、7.78、速攻で来た。これはいいぞ。もうちょいいけるかな。おー来た、6.65。いいっすね。いや、気持ちいいっすね。で、これ一応箱出しなんですけど、なんかね、こっちの方がレバースムーズに引けたような感じしますね。そこもだいぶ、まあ、タイムアップできたんじゃないかなと思います。あとはね、やっぱサイトがでかいんで、全然狙いやすいです。これね、かなりいいですね。であとはまあ、重心も長いんで、なんか気持ちこっちの方がより正確に狙えるような感じもしましたね。素晴らしい。いやー、これはいいですね。もうこれだけでもね、もう十分持ってるだけでもすごい雰囲気も味わえるし、かつね、こんだけよく当たって快調に動いてくれるんで、まあ、ただちょっとね、ここが今痛いんですけど、いや、これはね、すげえ楽しいです。はい、じゃあラストはね、こちら 20m レンジで、このウィンチェスターのね、グルーピング見てみたいと思います。で、前回ね、スカービンをレビューさせた時にね、使わせていただきました、このスコープマウントを、返して、このスコープ乗っけてみました。まあ一応ね、このフルサイズの、やつにももちろん使えます。どうですかね？なんか、フルサイズの方がよりなんか、かっこいいというか、似合ってる感じはしますけどね。なかなか、いいですね。じゃあね、このレストを返して、0.28 段使ってね、ちょっと打ってみたいと思います。さあ、どこまで行くか。お、いいですね。
おお。お、これはなかなかいいんじゃないですか。うん、ラスト。うん、なるほど。はい、ということで、ウィンチェスター10発撃ってみました。なかなかね、真ん中の方まとまってるんじゃないかなと思います。グルーピングどうでしょう。よいしょ。おお、 8.9cm。 うん、ちょっとねカービンには及ばなかったんですけど、なかなか悪くないんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回ね、こちら KTW の、ウィンチェスター M1873 ライフル、いかがでしたでしょうか。いやー、素晴らしい。本当もカウボーイウエスタンファンの方はもちろんそうなんですけど、そうでない方も、十分楽しめる一丁なんじゃないかなと思います。まずはやっぱクオリティですね。ここはね、もうさすがの KTW さんですね。もうピカイチなので、もうこれね、飾ってるだけでも十分満足できちゃいます。そして、やっぱね、ここの、レバーアクションですよ。もうね、これやってるだけで十分楽しいです。で、あとは結構ね、やっぱ弾道もまっすぐ素直に、本当に狙った通りに当たってくれるんで、純粋にも的落ちを、シンプルに楽しむ、そんな一丁としてもね、非常に満足がいく一丁なんじゃないかなと思います。素晴らしい。で、KTW さんね、ウィンチェスター、今回この再販なるフルサイズと、あとはね、前回ご紹介したこちらのカービンモデルがあるんですけど、どっちがいいですかね。いやーでもね、ちょっと個人的には今回のこのフルサイズの方が好きかな。やっぱこのフルサイズのかっこよさってあると思うんですよね。これ見ちゃうとうわーって思っちゃうんですけど、まあでも実用面で言ったらこっちのねカービンモデルの方が、まあ取り回しとかねしやすいと思うんでいいのかなとか思うんですけど、いやー皆さんどうでしょう。まあよかったらねコメントもお待ちしてます。はい、ということで、今回の動画ね、コミュニティ終了とさせていただきます。ターゲットのチャンネルでは、引き続きレビュー企画のリクエストを受け付けております。コメント欄、あとはね、メールでどしどしお問い合わせください。で、今回の動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、あとはね、こちらの方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。うん。いや、これはマジで、かっこいい。